現地時間3月26日、日本時間27日、日付は以下同、ロサンゼルスレイカーズは本拠地クリプト.com アリーナでシカゴブルズと激突。108対118で敗れ、今季成績をウエスタンカンファレンス9位の37勝38敗、勝率 49.3% とした。レイカーズはこの試合、右足の故障で約1ヶ月の魔戦列を離れていたレブロン・ジェームズが、2007年12月11日のインディアナ・ペーサーズ戦以来、15年ぶりキャリア2度目となるベンチ出場での復帰を果たす。しかし試合序盤こそ主導権を奪い合うシーソーゲームとなったものの、第1クォーター終盤にリードを奪われて以降は終始劣勢を強いられる苦しい展開に。第3クォーターには最大21点差をつけられ、その後の追い上げも虚しく完敗を喫した。ブルズはビュチェビッチが第2クォーターに2つのテクニカルファウルを吹かれ退場となった中、ラビーンがゲームハイとなる32得点を叩き出しチームを牽引。一方のレイカーズは復帰のレブロンがチーム最多の19得点、ブラウンジュニアとマリーク・ビーズリーが18得点、シュルーダーが17得点、デイビスは15得点、リーブスが13得点と6人が2桁得点を奪取したものの、逆に20点超えの選手は1人もいなかった。また、レイカーズの八村塁は、レブロン復帰に伴いローテーションから外れたか出場機会なし。欠場は新天地では初、また健康体でチームに帯同し、消化試合でないにもかかわらずコーチ判断でプレータイムなしとなったのは NBA キャリア4年目で初めてのことだった。たった1試合で借金生活に逆戻りしてしまったレイカーズ。次戦は3月29日、敵地ユナイテッドセンターでブルズとの連戦が組まれている。再び勝率を5割に戻し激しいプレーオフ争いを制することができるか、またキャリアの正念場を迎えている八村は出番を得ることができるのか注目だ。ここ数試合はスタッツが残念だったから仕方ないかな。私はレイカーズファンなので八村がチームに来た時は嬉しかったが、チームが勝っても八村の評価が下がっていくのはとても複雑な心境だった。今のレイカーズでは監督の采配的にも八村は活躍するのは難しい。しかし、こういった逆境で一皮むけるようにならないとどこに行ってもダメだと思う。八村のパフォーマンスにムラがあるのは事実。ケミストリーがあるのも今のところ D6 くらいで、チームからそこまで信頼されているようにも見えない。それを分かった上で、ハムのチョイスは明らかにおかしい。レイカーズがトレードでかなりのサイズアップを達成した時に懸念した、でも結局ハムが3ガードで行くなら意味なくないが現実のものとなっている。レブロン復帰の今日こそ、 AD がファウルトラブルに陥っている時こそ、八村のサイズが必要だったはずなのに。八村といえば、に続く突出した部分を見出さないと厳しい。NBA にいるだけですごいんだけど、その中にあってはごく普通の選手なので、どの部分でもいいから突き抜けてほしい。